幸福寺は、宮城県登米市方町にある、天台宗の寺院。三号は、大竹山。本尊は、十一面関税恩菩薩で、欧州三十三観音霊場第十番札所である。書院及び栗が、登録有形文化財に投信された。創建は不詳だが辞伝によると、大道二年、坂の上の田村麻呂によって改装、京都清水寺園鎮の回帰とされ、 欧州七観音の一つにも数えられるが、戦国の陛下に焼かれて中絶した。元画12年、英光が観音堂別当となり、中高し、矢野坊寺末となる。仙台半島地時代は、打鉄な宗の病気兵への祈祷所に水災された。観音堂は、法営5年5月8日消失し、その後大破。明治15年末改築再建が計画された。 明治21年4月再建され、春光後寺仏堂として、現在に至る。西側を寄せ棟作りの書院、東側を入もや作りの栗とし、書院正面東端に、東波府屋根を伏す。書院は、前後二列配置を基本に素朴に作るが、北西座敷の床構えに、色ガラスが用いられ、先駆的な試みを伺わせる。二0二0年七月十七日、文化審議会から、 登録有形文化財に投信された。観論堂の再建に先立ち、明治17年に建築された。六尺に寸座おで、開口三県、奥行き二県半の二階建て。昭和40年東北大学助教授が仏堂に洋風建築が加味されていたことを日本建築学会に報告し、注目された。昭和51年11月3日に、 南方町から文化財として指定され、留めし移後も継続している。前述の通り幾度か消失後、現在の建物は、明治21年に5年の歳月をかけて再建されたもので、さらに、昭和41年に屋根吹き替え改造がなされた。観音堂の外側の板壁には、中国から伝わった古今の講師24人を選んだ24校の物語が彫り込まれ、その上の欄間には、 12種が掘られている。平成2年10月1日に南方町から文化財として指定され、留めし交後も継続している。ありがとうございます。